京都電気鉄道。京都電気鉄道は、かつて、京都市と井郡、一部は、伏見市を経て、後に全域が京都市へ、統合において、路面電車を運営していた施設である。通称は、京電。日本初の営業用電車を走らせ、大正期に 21.1km の路線を、有するまでに拡大するが、1918年、大正7年に、 市内における電車の運営統一を図る京都市に買収され、京都市電の一部となった。京都は明治維新以後、それまで今日置いていた天皇役下が東京に移り住み、火の気が消えたような寂しさが漂うようになっていた。そのため、京都市民の中からこのまま町が衰退することを憂慮し、産業の振興を呼びかける声が上がった。 産業振興を推し進める市民から出されたスローガンの中には784年延暦3年の長岡京セントと794年延暦13年の平安京セントに伴い急速に衰退したなら平常系を上げ第二のならになるなというものもあったそれに伴い琵琶湖素水と呼ばれる水路工事さらにはそれを用いた日本初の水力発電などが実施された 路面電車の運転計画は、その水力発電によって供給される安価で潤沢な電力を元にして建てられるようになった。それに重ね、計画的に建設された都市のめ主用道路が5番路目状になっていて、車の運行に都合が良かったことや、人口が多く観光客も多く見込めること、前述のような理由によって市民に新種の風潮が根付いたこと、 さらに平安戦と1100周年を記念して1895年、明治28年京都で第4回の内国官境博覧会が催されることになったことも計画の追い風となった。なお、路面電車は1890年、明治23年の第2回内国官境博覧会の時、会場となった上野公園において、東京電灯が5月4日から一時試験運転を 行っていたことがあった。京都電気鉄道施設の直接の契機は、前述した、琵琶湖疎水によってもたらされた。琵琶湖疎水の後期途中の1889年、明治22年、疎水工事就任技師の田辺太郎と上下系連合区会、あとの京都市会議員の高木文平は、疎水の水力利用についての視察のため、アメリカへ赴いた。帰国後二人は、 水力利用は発電を主とするのが良いとの報告を行い、それに基づき毛上げ発電所の設置など、疎水工事の計画修正がなされた。そのと明治時に二人は水力発電と共に電気鉄道を見ている。毛上げ発電所の運転が始まると、高木文平らは1892年、明治25年電気鉄道の付設を府知事に出願し、 同年知事の指紋を受けた京都府会支部会は、市内における不設を課とする答申を出している。それを受けて、高木文平ほか3名は、1893年、明治26年に、内務省へ、電気鉄道の不設を出願した。そして1894年、明治27年2月1日に、電車不設の事業を行うための事業者として、京都電気鉄道が設立され、 社長には、高木文平が選出、路線の建設が開始された。翌1895年、明治28年2月1日、初の路線として、東道院塩工事下がる、京都駅近く伏見下油掛け、京橋間を開業させた。4月1日には七条から、岡崎の博覧会場に至る路線も開業させ、その後も順次路線を伸ばしていった。しかし、 運転技術や設備が未熟で、正面衝突や、電圧変動による率往生、暴走なども発生した。また、開業当初は停留所の概念がなく、電車は、任意の場所で乗降扱いを行っていた。環業博覧会の方も、日清戦争の勝利に伴って賠償金が入り、公共になったこともあって、約112万人の入場者を集める活況を見せた。以後、 毎年1万人ずつ人口が増加するようになった京都市の活況に合わせ、電車の利用客も増加し、京都電気鉄道は毎年1割配当を行えるまでの業績を上げた。運行開始当初、路線は全線単線で19カ所に交換所が設けられたが、閉塞の概念がなかったことから時計に沿って電車を走らせていた。しかし、 時計の精度が低くまた遅延も多かったことから、幹線区間に両方向から来た電車が同時進入して立往生し、どちらが交換所まで戻るかで運転し、乗客による罵倒、特っくみ合いの喧嘩害を起こった。さらに、曲線区間で見通しが悪い場合は、正面衝突まで引き起こした。また、道路の幅が狭く電車の開業後も、道路を横断する人が絶えなかったことから、 開業2ヶ月後には歴史事故が発生した。そのため電車の安全対策を迫られ、1895年、明治28年8月26日、京都府によって電気鉄道取り締まり規則が制定された。これに伴い、街角や曲線区間には昼間は旗、夜間は10日によって、単線区間に同時にに列車が進入しないよう、監視する信号陣を置き、 また電車には運転士と車掌のほか、市街地などの危険な区間では、電車の前を先行して走り、当時の軌道条例にいる軌道では最高速度が8マイル、毎時、時速12.9キロメートルとされていたため、走っても先行ができた歩行者に安全を知らせる、告知人、前走りを乗せ、また、車両の前後に救助網、通行人を、込み取りのように煮込むための大きい網を設置することとなった。 告知人は子供が多く登用され、昼は若旗を、夜はちょを持って、街角や人の多い場所で電車を降り、先行して電車の通行を告知した。しかし、走行中の電車からの飛び乗り飛び降りを強いられる上、夜間は前線先走りが義務付けられるなど、重労働で、また告知人が電車に轢かれる事故が多発した。世間からの非難も多く、 会社としては告知人の廃止を申請したがすぐには認可されず、1898年、明治31年に夜間の全線先走りが廃止されたものの、告知人の制度自体は1904年、明治37年まで継続された。なお、このような危険活重労働であったため、京都では長らく、子供を叱るときに、電車の前走りにするでという文句が使われていと言われる。 また信号陣もミスや怠慢のために電車が出会い頭になる事故が絶えなかったことから行き違い箇所で電車を必ず行き違わせる方式にして廃止し、後にはトロリーコンタクターや通標を用いて成果させた。さらに前述の通り当初は勝手な場所で乗降を行っていたため、時に交通の妨害になることがあったことから、 電気鉄道取締規則では、街角や橋など、往来の邪魔になる場所での乗降を禁じ、後には停留所を設けて、そこでのみ乗降を取り扱わせるようにした。運転開始当初、琵琶湖疎水の水力発電所の電力を使用していたが、この発電所はこびりついた藻を取り除くためつきに買い、1日15日、停電日があったほか、 保守点検のため都市に数日の送電停止が行われており、電車も運休していた。これを解消するため、1899年、明治32年に東九条村、あと京都市南区東九条東山王町へ、自社の火力発電所が設置さ、運休もなくなった。当初は、琵琶湖疎水の発電所からの受電と併用だったが、後に完全自給となる。 しかし対象に入ると、この発電所は廃止され、京都電灯からの受電へと変更された。開業当初、電車の終電装置であるポールの数は1本で、変電所へ返す電気は線路に流していた。しかし、上水道が普及し、鉄製の水道管が地中に埋められるようになると、電飾によって、その腐食が激しくなった。そのため、他の都市で採用が開始されていた2本、ポール、 終電用と起電用に切り替えた。その後、水道管が鉛などに切り替えられたため、ポール数は再び一本に戻されている。その後、この滑稽から京都市において別の電気鉄道を建設する構想が持ち上がり、44社にも及ぶ会社から申請が出された。市議会では道路拡張の資金を負担するのを条件に、 そのうち数社に免許を交付することを了承していたが、二代目市長であった西郷菊次郎の目先の状況のみで将来を見据えない判断をすべきではないという主張を受けて結局は市営で建設することとなった。この時、近いうちに京都電気鉄道を買収することも決められた。市営による路面電車は京都電気鉄道とは別に建設することとなり、 京都市電気機,機動事務所によって1912年、明治45年5月28日に第一期工事が完成、6月11日から4路線 7.7km の運行が開始された。なお、期間は京都電気鉄道が 1067mm の強器を採用していたのに対し、市は 1435mm の標準機を採用した。この市では、 道路拡張と同時に線路を付設する施策をとり、その上で、京都電気鉄道と並行する区間が存在することから、一部区間で軌道の共用を申し入れたが、市電の開業で減収となる、京都電気鉄道はこれを拒否した。市は内閣の裁定まで用いて、これを何とか承認させたが、前述のように期間が異なっていたため、共用区間では3線機場が使用された。 大正時代に入ると、市では第二期の路線拡大を図るとともに、均一運賃制を導入するため、経営不振に陥っていた京都電気鉄道を買収することにした。大正天皇の即位大転が京都御所で1915年、大正4年に行われることになったことも、その後押しをした。買収交渉は難航し、一時は会議が決裂するにまで至ったが、 結局は1918年、大正7年7月1日付で、軌道 21.1km、車両136両、3両は散水車でたわ、客車が死に引き継がれ、京都電気鉄道は消滅した。市営化後、京都電気鉄道が保有していた車両は、狂気用であるからなろう、の頭文字を取って、N 電と呼ばれるようになった。また市営化後、 市営路線と重複する区間の整理、狂気路線の標準期への拡幅が順次行われ、堀川線、北野線を除いて、昭和初期までに完了した。なお、堀川線は、狂気で残り、最後まで、ポール終電の二軸単車が使用されたことから、市民や鉄道ファンから、京都電気鉄道の名残を残す区間とみなされ、人気を集めたこともあった。死鋭化後、 堀川線は1961年、昭和36年8月1日、最初に開業した伏見線は1970年、昭和45年4月1日、そして最後に残って河原町線に組み込まれた区間も、市電全廃と同じ1978年、昭和53年0月1日にそれぞれ廃線となっている。なお、路線や車両についての詳細は、 京都市電を参照のこと。1919年6月30日、京都市電への統合直前当時、各路線の支援加護の動向、廃止日付については、京都市電京都電気鉄道によって付設された路線を参照、参考、当時の京都市営電車。このうち、参戦機場区間は以下の区間となっていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。